よろしくお願いします。私、上場会社の社長でございまして、その上場会社の社長がですね、本業を離れて、本業以外のことで、そんなに、何をするか、私どもの役員会の中でもですね、大議論になりました。また社員の方からもですね、幹部からもなんか冷たい視線が時々来たりするんですけども、またそのエネルギー問題について、僕が最近熱心だという話が出るたびに株価が下がっていきました。で、はたまたですね、今度は東電を買収するんじゃないかなという話まで、週刊誌に出たりしますので、発言には気をつけないといけないんですが、震災以降ですね、2ヶ月間ぐらいですね、大変悩んでおりました。個人的にですね、その会社とは何なのか、人生とは何なのかということをもう心底悩みました。それは創業以来ですね、もう絶対にその自分が決めた本業以外はしないというふうに、心を決めてたからですね、IT 通信の分野、これ以外はやらないんだと、情報革命以外はやらないんだと心に誓って決めておりましたから、にもかかわらずですね、津波が起きて原発の事故があって、それからもうそのことが心配でしょうがない、多くの人々がですね、嘆き悲しんでおると、恐れているという状況の中で、自分がですね、その自分の本業だけに専念してていいのかと、おかげさまで会社の業績は悪くありません。創業以来最大の利益と売上を出しましてですね、非常に順調にいっております。でも自分の本業で、利益を稼いでたらそれでいいのかということについて悩んだわけですね。私なりに、今は割とすっきりしてます。それはなぜかというと、もう心がある程度定まったと。その定まったというのは、少なくとも、本業は本業で一番大事だけども、このエネルギー問題について、自然エネルギーについてですね、最初の道筋についてだけは僕も、力を出そうと、道筋ができたら、本業に、もう一回、精一杯専念できるけども、道筋を作るというところまではやらないといけないということを、もう腹をくくったからでございます。そういうことで自然エネルギー財団も作り、自然エネルギー協議会もやり、というようなことをもう腹をくくって発表しましたので、少なくともいくつかモデルケースを作ってみようと。それをやったらですね、できるだけ、その後は多くの人に頑張ってもらって、僕は本業に専念できるというふうに思っておるんですが、そういうことで、最初のきっかけ作り、モデルケース作りは、腹をくくってやるという腹を決めましたので、そういう意味では悩みはすっきりしていると。ただ何をどうやるのかということを、これから、具体的にことをなさねばならないので、そのことについて今日少し話をしたいと思います。もう皆さんご存知のようにですね、福島の母親の皆様方、もう大変心配しておられる、その方々と私も同じような意味で、実際に福島の避難所に行ってきて、涙出ました。やっぱり原発の怖さというのは、目に見えない、色がない、形がない、匂いがない、でも確実にそこに何がしかの危険性があるということで、
私も最近ですね、ツイッターで、福島の子どもたち、学生 の, その保護者の皆さんで、県外転校を希望しておられる方には何らかのご支援を申し上げたいということを一言ツイッターで、書きましたら、その直後からですね、本当に多くの母親の皆さん、保護者の皆さんからぜひ相談に乗ってほしいという声をいただいております。具体的に何ができるかというのは今詳細を詰めている最中ですが、少しばかりでも何かご支援を申し上げたいというふうに思っております。せめて子どもたちだけでも助けたい、身ごも持っておられる妊婦のお母さん方を助けたい。もちろん大人は大人でですね、自力でいろんなことができる人は自力で頑張るべきだと思いますけれども、やはり、自力で何ともいかんともしがたい、人たちに少しでもですね、お力になりたいというふうに思っております。少しでも力になりたいとか言うとですね、お前の寄付はまだ払ってないじゃないかとか週刊誌に書かれたりします。一言ご報告を申し上げておきますと、100億寄付すると勇ましく宣言をしまして、それから若干時間はかかりましたけれども、60億円ほどはもうすでに払い込みを終わらせました。60億の内訳としましては、被災地の県3県に10億ずつと、それからあと千葉と茨城に2億ずつ、これは振り込みをさせていただいて、あとは赤十字と、それから共同募金ですね、赤い花の金、そちらに10億ずつと、それからいくつかですね、日本ユニセフだとか、足長育英会だとか、それぞれに1億ずつ合わせて6億、そういうことで60億はもう払い込みを終わらせましたので、1円もまだ振り込んでないんじゃないかと、救済詐欺とか言われておりますが、一応60億は払い込みが終わりまして完了しまして、あと残りの40億はですね、この震災の救済といいますか、その目的のためだけに、その専任といいますか、そのことだけのための財団法人を今設立準備中でありまして、これはもう全額、この東日本の震災復興のためのみ、使う、専念した財団を今設立準備中でございます。まあ、来月にはできるのではないかというふうに思いますが、でそちらに、それが出来上がったら、そちらに40億ほど全額寄付をする予定でございます。事務局の経費とかも寄付の外数で賄いますので、全額払った額はちゃんと、詐欺ではなくて払いますので、よろしくお願いしました。まあ、先日総理も交えてですね、この自然エネルギーについての対談を行いましたけれども、その時に音楽家のですね、坂本龍一さんから素晴らしいビデオメッセージをいただきました。そのビデオメッセージの中に僕感動しましたけれども、真の文明は山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし、こういうような話がありました。僕大変感動しました。やはり我々が文明としてですね、電気を発明し、電気を普及させ、そしてそれを活用するさまざまな文明の歴があります。でもその文明の歴がですね、人を結果傷つけてしまう、結果人を不幸にしてしまう、思いっきり深呼吸もできない、魚の骨を食べるのもですね、なんかこうためらいながらというのでは、これはいけないんじゃないかなというふうに心底思います。そういう意味で本当の文明というのは人のための文明であり、人を幸せにするための文明だというふうに心底思うわけでございます。そこでエネルギー政策、まあ、これはすでに日本政府としてですね、これまでのエネルギー政策であった、30年後に原子力に対する
依存が50数パーセントというものを一回白紙から見直そうじゃないかということが発表されましたけれども、まあ、新しいエネルギー政策ということで、昨日の新聞にも、まあ、ニュースにもいっぱい出ておりましたけれども、イタリアでも国民投票の結果ですね、脱原発が決まったと。スイスもドイツも決まっているということで、まあ、福島の事故が起きて以来、行われた国民投票としてですね、大変ホットなニュースでありました。私はあえて今日ここではですね、原発に賛成だとか反対だとかいうことを深く議論するつもりはありません。ただこの中にもですね、いろんな方がいると思います。原発を絶対反対という人もいれば、そのある程度は許容す仕方ないと思っておられる方、いろんな人がいると思いますが、少なくともどういう状況であったとしてもですね、現実の事実として日本には54基原発がありますが、今日現在稼働しているのは19基だということですね。事故で止まった、あるいは定期検査以降そのまま止まっているという状況のものも含めて、現実の問題として19基だと。現実の問題として、これからですね、新たに原発を作るというのはなかなか難しいだろうと。で、現実のものとして今動いている原発もですね、安全を度外視してですね、少々ひび割れててもいいじゃないかとか、少々古くてもね、賞味期限過ぎててもいいじゃないかというわけにはなかなかいかない。地震の真上、その真上にあったら、これはやっぱり安全運転せざるを得ないじゃないかと。そうなるとおのずとですね、原発依存度は徐々に下がらざるを得ないですね。いい悪いは別にして、現実問題として原発依存度が下がるかといってですね、今まで設備投資をしている火力、これをですね、どんどん無人島に増やす、これまた CO2 の問題があるということであります。まあ、水力もですね、急にこれも増やすわけにもいかないということでございます。で、設備投資の内訳として今まで、なされてきた最近の状況ですけれども、設備その設備投資の内訳としては、原子力が大半であった、火力が一部、自然エネルギーがほんのちょっとしかなかった。このちょっとしかなかった自然エネルギーを本当にこのままでいいのか。今自然エネルギーが約 9% ですよね。発電している中の自然エネルギーによる発電というのは約 9%、 中でも水力がそのほとんどで、いわゆる新しい自然エネルギー、新エネルギーというのは 1% ぐらいしかない。でもその原発に今まで新しい設備投資は頼ってたわけですけれども、この原発の事故というのは、その人災が重大事故のほとんどだと。日本だけじゃないですね、原発の大きな事故ですね、この大きな事故のほとんどの原因は人災だと、作業ミスだと、設計ミスだと、運用のミスだということであります。まあ、今回福島のものがありましたが、その前1999年も日本で大きな事故があった、それも人災だったというふうに、どうも評価がなされている。それ以外にですね、この10年間で一体全体何回 原発のトラブルがあったか、重大事故となってなくてもですね、トラブルって一体何回あったんだということで、ちょっと僕も勉強してみたら228回だ。もしこれらのトラブルのうちの一つがですね、トラブルの軽度のトラブルで止まらずに重大なトラブルに発展してたとしてですね、まあ、飛行機で言えば着陸ミス寸前、あと一歩間違ったら重大な着陸失敗事故というようなスレスレのトラブルというのが、そのトラブルがちょっとこのトラブルからのうまく戻れなかったらですね、重大事故につながったかもしれないというのが
228回あったと。10年間でですよ。ということは1年間で毎年約28回平均あったと。ですからこれからもこれ起きるわけですね。今これだけ福島以降センシティブになっている状況の中でもう一回重大なトラブルなりミステイクなりあったら、おそらくですね、今、まあ、原発はそうやけど必要だぞと言ってる人ですら、安全だぞと信じ込んでた人ですらですね、本当に大丈夫かなってやっぱり一抹の不安にはなると思うんですね。そういう意味で原発はその依存度が結果的にはある日突然オールアナッシングなのか徐々になのか別として、少なくとも原発依存度は下がることは間違いないねと。54のうち今19しか動いてないわけですから、これからどんどんさらにですね、安全運転ということで言えばより厳しいチェックが入る。じゃあ代わりにですね、火力を無尽蔵に増やせるかというと、火力の原材料コスト、これが10年間でですね、ものすごい勢いでコストアップになっている。これからさらに10年、20年という単位で見れば、石油のコストは上がる一方だと、石炭のコストも上がる一方だと、ある見方によると過去10年間で 4% 上がったと、350% から 400% 上がったという、その調査結果もあるということですけれども、今から10年、20年でその化石燃料のコストが下がると思っている人はほとんどないと。上がることは間違いない。中国がガブ飲みするようになる、インドがガブ飲みするようになる。そうすると新たに火力を当てにしたですね、タービンを作ると、建設すると。これはちょっと数字で見ても理にかなわないねと。コストで合わないじゃないかと。CO2 の問題を語る前にもすでにコストで合わない。ましてや CO2 問題があるということは、原発に頼れない、火力にも頼れない、どこにじゃあ答えがあるんだろうですね。原発を新たに新設するという勇ましいことを言う方も中には一部いますが、新たに作るとなると用地の確保だけで 2,30 年かかりますよ。で、作ったらそこからですね、そのある程度回していくのに仮に40年ぐらい、つまり60年間ぐらいで採算を考えて、コストを考えて、リスクを考えてですね、その事故の補償コストまで含めて考えると、これはもう経営者として見ても、もし私が電力会社の経営者だとしたとしても、これは恐ろしくてですね、いくら今まで1キロワットあたり6円だったとか、まあ、10円だったとか、本当は20数円じゃないかといろんな見方ありますが、少なくともオールアナッシングになる危険性がある。会社潰れるかもしれない。なると、いくら勇ましい電力会社の社長ですらですね、これから新たに作るとなると、やっぱり二の足踏むと思うんですね。ということは、経済的に考えてみても、今から新たに作るとなると60年単位で考えなきゃいけないよと。用地の確保で20年、用地の確保と建設で20年、そこからさらに40年ぐらい使わないと回収できない、設備投資をですね、本当の意味では。ということで考えると、60年単位でものを見ると、実は原発もコスト上がるよと。安全コスト含めて考えると、本当の廃棄物のコストまで含めて考えると、ものすごく上がると。化石は限りなくコスト上がっていくと。で、自然エネルギー、今は目先では少し高いじゃないかといろいろ言う人いますが、でも40年単位で考えてごらん、60年単位で考えてごらん、確実に下がるから。火力は300年の歴史があるわけです。技術が枯れてるわけです。ということは、コスト効率は、ね、そんなに良くならないわけです。むしろ材料コストが上がると、だんだん枯渇していく。一方、自然エネルギーは自然と言いながら実は新しいテクノロジーですから、コストがものすごい勢いで下がってきている、効率が良くなってきている新エネルギーですね。ということで、長い目で見れば一時的にコスト上がっても下がるよ。もちろん安全だ、材料費は0円だ、基本ですね、ということであります。で、投資家の目から見てもですね、
単に感情論、怖い怖いという感情論だけではなくて、投資家の目で見ても新しい原発を作るとなると、銀行、世界最大の銀行のうちの一つでありますシティバンクは、そういう会社には金貸せませんねと言ってるわけですね。それから投資の適格性を判断する、ね、ムーディーズ、これらも新しい原発を作ると言った瞬間に、その会社の債権は 20-30% 下がると、信用不安だということであります。ですからこれ感情論だけではなくて、新しい原発を作るというのは電力会社の経営の立場から見ても実は逆噴射だということであります。そういう中で世界では新しい新エネルギーへの投資というもののほとんどがこの自然エネルギー、再生可能エネルギーになっている。世界ではなんと20兆円規模だ。しかし日本ではもうほとんどこれは微々たるものだったということですね。つまり今までは電力会社というと、もう巨大主義、そのもう体感巨峰主義でも、これからの新しいエネルギーというのは分散型で、スマートグリッドでというようなものになっていくでしょう。そういう意味で必要なのは3点で、新エネルギーに必要なのですね。一つは全量買取制度、つまり発電しても買ってくれないならば、発電しても売れないならば誰が発電しますかということで、この買取制度が欧米ではしっかりと制度として出来上がっている。2番目は発電したらつないでもらえる、つまり送電できると。送電を今までは電力会社がなんかいやいやつないでたような気がすると、いやいや、ちゃんとあの文面を見るとつないでくれそうなんですけど、実態を見るとなかなかつないでもらえない、よくある話ですね我々は通信業界でいっぱい体験をしております身に染みて感じておるみたいな、それ言い出すとまた別テーマで何時間か喋ってくる。つまり送電のちゃんと接続義務化、これが明確に必要だ。で3点目は自然エネルギーには土地がその分必要になるということであります。この3つが必要要件で、その1点目の制度をしっかりと作ったドイツでは、急激な勢いで、もうこの勢いありすぎてちょっとスローダウンしてくれと、買取価格をもうそろそろちょっと下げるよというぐらいの勢いがもう二次曲線で増えてきている。そのくらいいけばですね、いくらでもコストを下げるというようなことができると思うんですね。でも最初の勢いが必要です。で、欧米やヨーロッパは特にどうなっているかというと、買取期間が20年から25年、買取価格が40円から60円ぐらいの買取価格で、行われているということであります。で、買取の対象ですけども、日本では今一部議論されているのは、余った余剰電力だけ家庭の屋根から買い取りますというのが今一部議論されているようですが、ヨーロッパとかでは全量、ちゃんと発電した分は全量買い取ってもらえるということがあるということのようでございます。で、先ほど言ったつないでもらえそうでつなげられるかのというのがこれでございますつまり電力会社は、ね、接続を拒んではならない。もう上半分ですっきり終わったら分かりやすいんですよ。ところが真ん中にただしというのがあって、ただし、これよく日本にありがちななんか裁量、その手のひらの中で、電力会社の手のひらの中でですね、ただし電気の円滑な供給に支障が生じる恐れのある時を除く。恐れって言うとですね、何でも恐れって言えるわけですね非常に抽象的な言葉でございます。なんかもっともらしいんですよ。上野の方に円滑な供給に支障が、そうすると支障が生じるとまずいねって、それは分かる。恐れと言った瞬間にもう分からなくなるそう、誰が恐れたの、あんたの恐れと私の恐れは違うんだけど、ヨーロッパではこれすっきりとこの下半分の正しとか恐れとかなんかね、わけのわかんない言葉はないと、わかりやすく白黒
日本の昔からの悪いところですね。いいんだけど悪いところですよ。そのうにゃうにゃうにゃっとして、結局誰が決めるのっていうと電力会社が決めるとなった瞬間にですね、これはその新しく設備投資をしようか、それで資金調達をしようかと銀行からするとですね、いやいや金貸そうかと思ってもちょっと貸せませんと。だってあんた発電したって売れるかどうか分かんないじゃん。今年は売れるかもしれない、来年売れないかもしれない。そういった瞬間に設備投資回収できないから金は貸せませんとなるわけですね。ですからこういう中途半端ななんかこううにゃうにゃというのだけはやめてほしい。で、土地はあるのかということですけども、今回自然エネルギー協会って名乗り上げてみたらですね、なんと耕作放棄してるところがいっぱいあるらしいですね。それから休耕でもあると、これ全部にですね、ソーラーパネルを敷き詰めただけでなんと2億7000、キロワットいけると。東電がそういえばなんか、あれで5000万キロワットとかなんかいろいろ言ってたなと、原発1基分で1ギガワットとか、まあ、言っとったなと。これって一体どういう単位だとかいろいろ考えるわけですけども、少なくとも耕作放棄、もう跡取り息子がいないとか嫌だとかいうことでですね、もう農地なんだけどもう放棄してる、で荒れ放題、荒れ放題ってむしろ治安にも悪い、村も困ってるというようなところが結構あるみたいですね。でそういうようなところ2割に引くとですね、5000万キロワットできる。5000万キロワットって確か東電のぐらいの規模じゃなかったかと。2割ですよ、放棄してるところ、荒れ放題のところに2割引き詰めただけで、つまり日本の狭い国土に使われてないところがいっぱいあるねということでございます。ですから全部に引けというとですね、いやいやそうは言うけどっていろんな反対論があるけど、2割ぐらいはの誰も使わないと、そもそも放棄、この狭い国土で放棄した土地があっていいのかと、ね、どっかの島を取り返しに行けとか言う前に国内に放棄されてるところがあって、ね、もったいなくないかと。今国難の時だから、国難の時に使ってないものを使いましょう、使われてないものを使いましょうということでございます。で、もちろん太陽だけではありません。しかし太陽を数えただけでですね、僕はこの使われてない農地に、ね、もう農地という用途のままでいいと、一時的にパネルを置かせてくださいと、100年と言いません、ね、10年なのか20年なのか電気がふんだんになるまで、ね、そこに家建てた後工場建てたちょっとなかなか立ち退きませんよ。だけどパネルを一時置いといたと、外せるじゃないですかと、いつでもまたね、もう放棄してる荒れ放題のところにパネルを置いて、いざ食糧難になったら放棄してるところもう一回ちょっとパネル外して、食糧難の時というのは別の国難が起きたら、その別の国難の時にもう一回ね、何とかしましょうということで、一時的にパネルを置くというのだったら、もう農地という用途のままでもいいんじゃないかと。でこれを田んぼに電気を吸って電電と勝手に命名しましたけども、電気を作る田んぼ、あと屋根の上、あとその他、こういうところにいろいろ置いたらですね、1キロワットぐらい実は発電できる土地があります。1億ですね、1億キロワットという発電能力が、もちろん雨の日は使えません、夜中も使えません、しかし夜中も雨の日も使える、風もある地熱もある、適材適所でいろいろ混ぜたら、ね、混ぜていろいろ使ったらですね、たとえ太陽が 12% しか稼働率ないとか風が 20% とか言ったってですね、
有効利用できたものを足すだけで、実は、いけた分だけで足しても20%ぐらいいけます。夜中をカウントしないで、雨の日もカウントしないで、できる分だけを足すだけで日本の年間の発電量の 20% いけます。現在が自然が 9% プラス 20% で、我が総理の国際公約は足して 20% を超えるぐらいなんとかいきたいねって言って、いけるわけないじゃないかって言ってそう叩きされておりますが、いけるわけないっていうのは本当かということですね。ヨーロッパだってもう20何パー、30パーって言って、もうはっきりあと10年で30パーにしようって言ってる国がいっぱい出てる。他の国でできて、なぜ我が国でできないんだろう。どっちも太陽あるじゃないか。ドイツなんか日本より太陽、日照時間短いという説もある。ということで、私はできないと思うからできないんだ。できる、やろうというつもりがあれば、実はいくらでもできる可能性があるんじゃないかと。雇用。今、被災地の皆さんが、本音で何が一番欲しいよというふうにアンケート調査いろいろして、一番欲しいのは、ね、雇用だという声がだいぶあるというふうに聞いてます。一番だというふうに聞いてます。100万人規模のグリーンカラー、ホワイトカラーとかブルーカラーとかいろいろいますが、自然エネルギーに携わる人々、雇用、これをグリーンカラーというらしいですね。このグリーンカラーで100万人規模の雇用が生まれる。これは人々にとっていいことではないかということですね。このグリーンカラーが日本が世界で最先端のテクノロジーを作って輸出国になったなら、災い転じて我々の将来の食い口になるならば、世界一のテクノロジーを作っていけば、なんか日本で新しい復興の、単に復旧だけではなくて、新しくもう一回未来に夢を抱くと、不安を取り除くだけじゃなくて攻めに転じるということだってできるんじゃないかと。それをやるためにもバイデンという発電してもですね、売れないならば、今度は発電というものが畑を耕すように発電できる、うどん屋さんを作るように発電できる。いや、ちっちゃな庭一つで発電できる、ちっちゃな屋根一つで発電できる、誰でもが発電をできる権利を持てるわけですね。すべての屋根に発電できる権利ができる。でも発電してもですよ、売れないならば回収できない、元取れない。恐れのあるときはつながないとか言われるそうですね。それは詐欺だ。ね、僕よく詐欺とか言われるんですけど、ね、恐れがあるとか言われた瞬間に全部萎えちゃう。ですから発電したら必ず売れる権利がある。これが、ね、先送りすべきでない、今すぐ、今年すぐ、今世界が注目している日本で、福島が世界から注目されているこの日本で、ヨーロッパ欧米ではもうすでにできている全量買い取り制度、ね、この日本でこの法案を先送りしたら世界中から笑われますよ。我々は未曽有の危機を今体験しています。人間というのは喉元すぎれば暑さを忘れがちですよね。今一番世界中が心配している、固唾を飲んで見守ってる日本 で、 ですね、今こそこの法案を
通せなかったらまだ10年先送りになるんじゃないかということを僕は心配しています。10年前もし日本がこれをやったら、もっとはるかに日本は世界最先端の先進国だったんですよね。ソーラーエネルギーとか、これを何としても取り戻さないといけない。この政権のですね、その何か道具に使われてはいけない。全ての国民が発電できる権利、それを売ることができる権利、つないでもらえる、安心して確実に拒否されずにつないでもらえる権利、これを売電権、分かりやすく、ね、3文字で全ての国民に売電権と、ね、基本的人権で憲法に入れなきゃいけないと。100の議論よりも1の実践ということで、自然エネルギー協議会というものを作ろうと作りました。33の府県が、道府県が賛同いただきました。これ発表したときはまだ 2,3 週間前ですが、19の県で発表しました。その翌日、関西の7つの県知事がですね、府知事が賛同いただきました。さらにその後続々と増えて、ついに33件、日本地図でこう乗っていくとですね、なかなか壮観だと。もし日本が大統領制度で、ね、州ごとに1票なんて言うと大統領になれるんじゃないかと。日本の過半数を取ったと。なんで福島と茨城と宮城は入ってないんですかね。抑えていただいて、あまり具体的に入るとね、まあ、少なくとも日本の半分以上、3分の2の、その県知事が直接ここに賛同いただいて、具体的に今候補地まで、上げ始めていただいています。で、続々と出てきました。僕も知らなかったです。ね、知事から、孫さん、もう賛同だ。いろいろ調べたら、あったよと。我が県にゴミ処理場がある。埋め立ててる。ゴミ処理場の埋め立てた後に、巨大なビル作るわけにいかん。家建てるわけにもいかない。ね、なんかさ、下にこう、ボーリングでも、ね、打ち込んでいったら、下からピューッとなんかガスが出てくるかもしれない。大きな建物建てられない。その上に置くのにはパネルぐらいがちょうどいいと、ね、工業団地、もう右肩上がりの日本の高度成長の時に工業団地いっぱい作ったと。今あんまり埋まってないと、ね、景気悪くてなかなか作ってくれない、空いてると、空きっぱなしだと、ね、工作放棄地、もう続々と出てくる。おお、こんなに日本に土地があったかと、ね、これは有効利用せないかんなということでございます。だから名乗りを上げてみるもんだと。日本に土地ないから、なんかね、太陽でこう引いて、なんか山手線全部埋め立って、高がこれぐらいだとか、いろいろ非難する人いる、ね、それ非難したい人には言わしとけと、とにかくやってみせと。で、自然エネルギーで例えば風をすると、あるいは太陽パネルと、ね、いろいろすると自然を破壊するんじゃないかという人もいます。まあ、確かに気をつけてやらないといけない部分はいっぱいあります。いっぱいありますが、ね、精一杯深呼吸はできるぞと。どうだ、ね、魚も思いっきり食べれるぞと。野菜も思いっきり食べれるぞと。そうだ、ね、母乳から何か出てきたって怖いじゃないですか、ね、自分の子供に、自分の赤ちゃんに自分の母乳をね、心配しながらやらなきゃいけない。これほどの、ね、神に対する冒涜がない。母親は何と思ってんだと。
にもいろんな気をつけなきゃいけないことはいっぱいあるけども、それは気をつけながら当然やりましょう。自然をこんなに思ってる我々だから当然気をつけてやりますよ。せめて今までの他の怖いものよりはまだマシでしょうよと。反対のための反対は言わんでくれと。ということで、これが今日の結論ですけれども、何としてもですね、国は一つ一つの発電の、ね、その地熱エネルギーの発電所を作る必要ない、補助金もいらない、税金も入れる必要ない、ね、枠組みだけルールだけ作って、あとは民間が競争してどんどんね、どんどんあちこちで作っていくと。自分がね、畑耕作放棄地持ってると、自分が未使用の土地持ってる、みんなでね作ればいいと、民間が競い合って。ただ枠組みだけは、法律だけは国が決めないと民間で法律は作れない。だから役割分担として、役割分担として政治家の先生方には、うちはもめしとるたんじゃないぞ、何ともクソもあるのかと。日本のためやんかと。子供たちのためじゃないかと。孫たちに、お前たちは何を責任取るんだ言うてみ。もう心底腹が立つと。何としても我々は、政治家の先生方は、あんた方にしかやれない仕事があるだろうと。法律作れって。その上で我々民間はみんなで競い合って、同じルールのもとで一生懸命ね、屋根でも庭先でもどこでもね、みんな国民誰でも作れる権利があって、子供たち孫たちを守る権利があって、自然を慈しむ権利があって、頑張りましょう。鳴り山の拍手でありますが、ただいまのご挨拶は、日本電電党党首孫正義氏、あるいは日本バイデン党、でもやっぱりバイデンというとちょっと、まあ、電電党の方がいいでしょうか、党首孫正義さんでありました。本当にいいお話ありがとうございます。それでですね、何党もクソもあるもんかって、ちょっとクソっていい言葉じゃないけど、何党でもいいんだと、とにかくこの法律を成立させようという政治の意思が大事じゃないかというお呼びかけでありまして、そうだと言って署名をした議員がここに皆さんのお手元、こういうチラシあるでしょうか、206名で、今日鳩山邦夫さんが僕も入れてって言うから207名、日々毎日本当増えています。もう締め切ったんだけど、それでも続々来るんですね。で、今日孫さんのお話を伺って、改めてもっともっと増やしちゃおうと。だって議員はせいぜい衆議院483議員240いくつですよね、原数。そうするとこれ全部みんなが書けば絶対にこの法律はできるんだった。だって国会って法律作る場所ですから。でもし皆さんがこれを見て、あ、うちの選出の議員書いてないという場合はですね、その議員に圧力をかけていただきましてですね、本当に震災のためにもこの法案は絶対に復旧復興のために本当に必要です。子どもたちのためにも必要です。そう思った議員が一人一人署名しています。政局なんか関係ないんです。この政策一本のためにたくさんの署名をした議員がいます。
それをぜひ今日ご参加の皆様にもお伝えしたいと思いますし、また今日指名で私が2人の参議院衆議院の議員をちょっと発言予定に入れてございます。お一人はずっと世界的にこの地球温暖化問題に取り組む議員の連盟を日本で受けて、地球温暖化問題や再生可能エネルギー問題にずっと取り組んでくださった、今参議院の予算委員長で民主党の議員であられますが、前田武先生です。今日はちょっとご挨拶を今の孫さんの受けてエールボッカをしていただこうかと思います。先生出られないからそこからね。いや、素晴らしい演説をお聞かせいただきました。オバマさん以上ですね。確かに大統領選であれば大統領間違いなしという感じでございました。今予算委員長とこうご紹介いただいたんですが、ねじれの本場の参議院で、今福島みずほ先生もおられますが、参議院の社民党の理事さんですね。311以降はですね、ことエネルギー問題になると、もちろん福島先生の社民党はそうなんですが、自民党に至るまで共産党も公明党ももちろん民主党も自然エネルギー、みんながそちらに熱を傾けてご議論されます。厳しい参議院ですからね、菅総理、私も委員長室で本当にお気の毒だなと思うぐらいも徹底的にやられるんですが、ことこの問題になると皆さん方話が噛み合ってきて、菅総理も生き生きとご答弁をされております。今グローブジャパンの会長とこういうふうにご紹介いただいたんですが、確かにこの世界COP10 だとか COP15 だとかやる前に必ず集まるんですね。でそこでは世界の方がはるかにこの自然エネルギーも省エネもむしろ進んでるんです。特に EU を中心に、そういう意味では非常に肩身の狭い思いをしてたんですが、ちょっと申し上げますと、たまたまこれ見てましたら、資料の中にこういう東北地方のこういう地図の上に、まあ政治的に言うと評判の悪いマニフェストというのが載ってます。43、44、45とこうありますが、43がまさしくバイデン権、固定価格買取制度なんですね。そして45が自然エネルギーを徹底的に増やそうという、そういうマニフェストなんですね。真ん中の44は住み方、排出する方、こちらを CO2 排出を減らす、要するに省エネをやろう、こういうことでありまして、実はこれ野党時代の民主党が作ったマニフェストで、日本の国の姿ってここまで描いていたんです。政権取ってやっとで、このバイデン権の話も3月11日に地震が起きる直前に閣議決定しているんですね。そして今申し上げたようなねじれの参議院まで上げて自然エネルギーですから、福島だこれ大丈夫ですよね。福島党首が言っておられるぐらいですから、大丈夫だろうと思います。でそこで申し上げたいのはですね、この孫社長がこうやって全国に呼びかけていただいた経済界の新しい分野の旗手ですよ。こういう影響力のある方がドーンとこの新しい日本の在り方というのを鮮明に打ち出していただいた。だから産業界、経済界、あらゆる社会、ここにおいでの皆様方もなるほどという気持ちになられているわけですね。政治の世界でいくらやろうとしても実は限界があった。このマニフェストをわざわざ持ち出したのは、ちゃんと野党時代にこういう素晴らしいあり方を政策としてまとめて政権も取ってるんですが、山田
前農林大臣も来ておられますが、バイオマスだって言ったってなかなか進まない。世の中がもうすでに今までの体制で全て出来上がってるもんですから、いくら政治主導といっても、その重しの効いた大きな弾み車が回っているのに、このまあ言ってみれば我々民主党なんていうのはまだまだ稚拙な若い政権ですよ。なかなかそこまで回転させることができなかった。もちろん311ということがありますが、ここに孫会長がこういう形で大きなリーダーシップを取っていただくというのは、私どもは本当に大きな期待をいただきます。そこで経済、メガソーラー、あらゆるものがそちらにできるものは向かっていただきたい。しかしそこにもイメージ図ポンチェに書いてありますように、私どもが実は政治的に一番考えているのは、この省エネと自然エネルギー。省エネというのは皆さん民生部門の CO2 は排出量というのはだいたい34% でしょ。住宅と業務系のビルだとか建築、これ EU なんかはもうじき2030年には無エネルギーにするというんですよ。だからやれるんですよ、日本だって。それをやろうとするんですが、それと自然エネルギー、自然エネルギーは広く薄くこの地球上、そして日本の各地に薄く広がっているわけですから、結局は地域ですよ。むしろ過疎地みたいなもんですね。そういうところの地場の産業として立ち上がってくる。結果としてはどの地域に行っても雇用が継続して持続する経済になっていくのが、この自然エネルギーと、そして地域の省エネ化であるはずなんです。でそこは非常に分散化されておりますから、ミクロの本当に地場の技術がついてこないといけない。そしてまた地場でやりますから、それは耕作放棄地だって、あるいはちょっと役場の屋根貸してよと、我々でミニ太陽カンパニー作るんだから OK と、こういうことになりますよ、地域であれば。そういうちまちまとした非常にこの分散型の、そういった経済の方は政治がというよりも地元と一体となってやっていかない。大型の方はぜひ、孫社長のそのやり方、しかし分散型のミニでございますから、何か私はよくわからんのですが、情報系というのが非常に大きな意味を持つだろうと思うんですね。というのは、実は岩手県に葛巻町というのはもうご存知ですよね。葛巻町というのがありまして、ここは大畜産地帯なんですが、畜産バイオマス、森林バイオマス、風力、そして小水力、太陽光、全部やってるんですね。この村で使うエネルギーの 160% を自然エネルギーで開発しております。こんな先進権があるんですが、一般には太陽光発電どないしたらいいんでしょうか、小水力、素晴らしい水力があるのにどうしたらいいんでしょうか。実は地域はもうほとんど、こう言っちゃ失礼なんですが、思考停止に近い。なんぼ補助金くれるんですかみたいな話になってしまうんです、私の地元でも。だからこそこういう大きなこのうねりの中で、ぜひ地元を元気づけるためのこの政策というのを、皆さんと一緒になって進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。ただいまのご挨拶は前田武さん、そして次にもう一方、実はもう10年以上も前からこの国会の中で自然エネルギーの促進議員連盟というのをやってくださっていて、私たちのエネシフ勉強会はついこの前なんですけれども、もうずっとやっぱり国会の中で自然エネルギーをなんとか政策化しようということでやってこられた自然エネルギー促進議員連盟事務局長の加藤修一先生です。お願いします。加藤先生は公明党でいらっしゃいます。で、今日はちょっと自民党の先生もお越しじゃありませんが、自民党にも自然エネルギーの議連が立ち上がっていますので、実はどの党でも
今やろうとしています。で、加藤先生にはこの固定価格買取制度ものすごい思いでずっとやってこられました。今日はまたそのお話エール交換をしていただきたいと思います。お願いします。ただいまご紹介をいただきました自然エネルギー促進議員連盟の事務局長をしております加藤修一と申します。そこに福島先生、そこにって言い方もおかしいんですけど、福島先生です。福島先生とか河野先生とか、皆さん集まって、1999年にこの議員連盟を、実は誕生をさせました。固定価格買取制度をなんとかということで、議員立法までできて、その後がなかなかうまく進まなかったんですね。で、今に至るわけで、ありますけれども、先ほど前田先生が、私も予算委員会におりまして、前田先生とはグローブの方も前田先生が会長をやられて私が会長代行ということで、そういう面では非常に共有している部分がたくさんあるわけでありますけれども、与党と野党でございますので委員長席に、にじり寄る場合も結構、今回はございました。それはそれなんですが、私は非常に、孫さんのお話を聞いて極めて力道感にあふれる確信のある話を聞いて、より一層ですね、勇気づけられたということです。非常に話がうまいなと思いました。今日の話の内容は名前が損でありますけれども、損しない内容である、得になる話である、そういうのが非常に強い印象を実は受けました。でんでんという名前の付け方も非常に私はネーミングとしては非常にいいなと思いました。で、私は再生可能エネルギーの前に若干これ大事なんで、再生可能エネルギーをなぜ進めるかという話の中で、一つ私は地球温暖化の問題が当然ある。で、昨年は猛暑だったわけでありますけれども、皆さん相当の方が亡くなったと思われていると思います。いや、その通りなんですよ。1648名の方が亡くなった。これは7月、8月、9月の3ヶ月ですよ。前の年に比べて 8.8 倍増えてるんですから。だから今年はそうなるかどうか分かりません。分かりませんが、やはり気候変動というのは、連続的で来るという話では決してないわけで、乱高下がある状態でありますので、やはりそういう地球温暖化をどうとどめるか止めるか、これ CO2 の累積性の問題であります。私は累積性の問題というのは他にもたくさんあると思いますが、放射性の物質、これも累積性は私はあるのではないかなと思っております。下北半島の再処理工場、年間出していい管理目標というのは皆さんご承知のように 35kbq ですよね。 35kbq、 そこまでは出していいという話になっている。で、今回の福島の原発で出しているやつは今の大気中に出していい量、出してしまった量というのは 77kbq です。 k というのは腸の上ですけども、だから半分はそこで出しているわけですよね、毎年毎年。これは半減期があるわけでありますので、この累積性というのは CO2 の累積性が50年、100年、150年、200年で、その結果が気候変動という話になったと同じように、地球は有限でありますから、半減期があるといっても半減期長いやつがありますから、私はそれは放射性物質の累積性がある。ですから早期に他の化学物質が同じように2020年までに早期に最小化するという再カブの件がありますけれども、それと同じように早期に最小化すべきだと。それはいくら金がかかってもやるべきだと。逆に言うと、それだけ金をかけることはできないということはステップダウンです。引退してくださいという話になるんですね。それは私の個人的な見解であります。ともかく言いたいことは何を言いたいかというと、やはり
再生可能エネルギー、前田先生からも話がありましたように分散型、地域分散型でありますので、これはこれからの地域が発展していく、元気になっていくためには基本的な要素だと私は思っております。それからせっかく孫さんに会うことができましたので、これは国会でも当然やらなければいけない話でありますけれども、自然エネルギーを進めていくためにはやはり系統網の整備は当然必要である。で、系統網の整備の場合はこれは直流でやるということも一つの考え方としていい。ブラジルは2300km だったですかね、それだけの直流の高圧の高容量の送電網を引いている。これは中国もそうですけども、韓国本土と最終とも引いてますよね、直流で。日本は2カ所ある。それは北海道と本州の間の北本ですよね。これは60万キロワット、非常に少ない。あと中国と九州の間に160万か80万のあれがありますけども、私は列島縦断的に直流で高圧で高容量の幹線をまず引くべきである。これは50サイクル60サイクルという話ではないですから、直流ですから電磁波の懸念はない、電磁波は出ない、出ないということはそれだけエネルギーをそういう他の方に使っていない、すなわち長距離を、損をしないように損をしないように送ることができる、そういう損幹線をぜひ作っていただきたいと私は思っております。これはPPP というね、そういう方式使って民間の資金を投入して、うまみがあれば、ちょっと言い方がおかしいんですけども、うまみがあれば私は民間の資金が入ってくる可能性は十分あり得る。そのためにやはり地域独占をなくすべきだと思うんですね。これ相互融通をなかなかできないというのはやっぱりできないようにしてしまったのは、もちろん50サイクル60サイクルの話がありますけれども、そういう目に見えない、まあ見えますけども、そういう地域独占的なことがやはり私は問題であると。それをまあどうやって崩すかというのはと思うんですけども、これは私の見解ですけども、個人的な見解でありますけども、やはりそういうことを通しながらどうやって再生可能エネルギーを、普及大拡大するかということであります。まず最初にやらなければいけないのは今国会で、まあ、6月22日会期末になるかどうか分かりません。しかしやはりこれは先ほど話がありましたように200数十名がサインしている話でありますし、なんとか議員の皆さんにも頑張っていただいて、遠藤さん等々来ていらっしゃいますので、議員のメンバーにも頑張っていただいて、本会議で趣旨説明をして、それで、委員会2つという形にぜひとも早くしていただきたい。私も、そのために、しっかりと、頑張ってまいります。損しない話大変ありがとうございました。ありがとうございます。ただいまのご挨拶は公明党の加藤修一先生で、さっき私自民党は来ておられないって言っちゃってごめんなさい、塩崎康久先生が名刺を送ってくださいましたので、もう帰られたかもしれませんが、後でちょっと議員のお名前を紹介するとして、でも皆さんもう一回孫さんの声を聞きたい、あの声を聞きたいと思っておられると思いますので、では最後に日本電電党党首もう一度孫正義さんから今の、まあ、エールを受けてご意見賜りたいと思います。お願いします。もう先ほど自分申し上げましたし、今先生方から素晴らしい話がありましたので、そんなに言うことありませんけども、本当に私思うのはですね、地球は生き物で、我々も生き物で、でこの自然というのはこの、ね、宇宙の中でも本当にこう不思議なぐらい、ね、そのありがたいこの地球の自然というのはあるわけで、40億年かけてその出来上がったこの自然の環境というものがこの地球にあるわけですけども、ひょっとしたら壊すのは一瞬だ、
一瞬で壊れてしまう。もう取り返しのつかないことにだけはしちゃいけない。だからこの地球の自然を本当に慈しんで、大切に大切に一緒にこの地球に、我々人間も自然界の一部だと。植物、動物、いろいろいますけども、そこに本当に心からのそのありがたいという感謝を持って、慈しんで一緒にこの地球に住んでいくと、そういう思いが私は大切なんじゃないかな。子供たち、孫のために、本当にみんなで頑張りましょう。お名前だけご紹介申し上げますので、おられましたらお立ちくださいまして、お願いいたします。さっきお呼びしました塩崎先生はお帰りです。前田先生、前田武さん、岸口真理さん、お帰りかもしれない。はい、ああいました。福島瑞穂さん、はい、若い日に清蔵さん、横光勝彦さん、さっき浮かびになりました近藤翔一さん、韓国クライディングでございます、小林幸喜さん、さっきお帰りになったようです。小賀一生さん、お帰りかもしれない。加藤修一さん、さっきお話しいただきました。あとは秘書の服部良一さん、はい、あとは議員秘書の方が、6名おいでですが、時間の、ああ忘れてました、山田雅彦先生、今日のこのいい時間を作っていただきました山田先生です。皆さんから盛大にちょっと集まった名刺くれなかった、山崎誠さん名刺くれないからダメですみません、他にも忘れたかもしれません、ごめんなさい。おられたら立って名乗って、はい、あー、いたいた、もう見えないくらい見えてる、あの清水さんと清水さん、あとはあ、テリアさん、はい、テリア監督さん、私目が悪いです、申し訳ありません。以上、たくさんの議員のご参加、もう孫さんの声を聞きたいというのだったと思います。今日は本当に皆さんありがとうございます。これで一部終わり、お手洗いタイムでしたが、クリーニングは、はい、小島さん渡します。終わり。遠藤先生の、さっき遠藤徳子先生です、すいません、言ったつもりでごめんなさい、私は阿部智子でした。松田美由紀さん、おはようございます。それから、小林武史さん、お願いいたします。それから宮台真司さん、お願いします。それから主催者の、代表して桃井貴子さんですね。桃井さん、桃井さんいらっしゃいますか。それから、僕のお友達加藤時子さんですね。ついでにいいですか、はい、うん、いいじゃないですか。はい、じゃあ加藤時子さんも、出ていただきます。
こんにちは。どうもこんにちは、皆さんこんにちは。私女優をやってましてですね、こういうところにこういうような職種の人が来るのが多分珍しいと思うんですけれど、ちょっと頑張って来てみました。今日皆さんいろんな方々いらっしゃってて、もうそういうお話を聞けてて、もうとっても素晴らしくてですね、本当にずっと涙がずっと出ちゃって、一般の人たちに早くこの声を聞かせてあげたいというふうに、私はその仲介人になれたら一番嬉しいなと思ってます。もし今日の話を一般の方が、多くの方が聞いていただけたら、どんなに涙を流して、この国を支えるというふうに思っています。私はそれを本当に信じて、どうかそれを伝えたいと思ってます。皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。小林武さん行きましょう。この間、はい、ちょっとお時間なかったですからね。はい、はい、すみません。小林武史です。本当にでも今日途中から来たんですけども、孫さんの話のもうまるでコンサート、僕は音楽プロデュースをやってるもんですから、表現者としても本当にもう超一級だなということで、もう本当に僕らどんどん盛り上がって、もうこの孫さんのような類いまれなやっぱり才能と出会えたことは多分みんなにとってすごいチャンスだと思うし、それと一緒に僕らがもっと民主的な民主主義というものをもっと使いこなせる社会になれるんじゃないかと。なれますよ本当に。だからやりたいと思います。国民の声をとにかくいっぱい出していかなければダメだと思うし、でも残念なのはこれだけここにこういう思いがあってもややもするとね、また喉元すぎて飲み込まざるを得ないような動きを、やっぱりこの、政治の難しさというのもあるんですけれども、国民はみんななんか感じてる。だからそれをやっぱり打破するためにも、そしてその自然エネルギーって、僕らは民主主義、これから地方がいろいろちゃんと元気になっていくことも、市民が自覚的になっていくためにも、自然エネルギーを推進していくっていうのはものすごくいい例題で、いいプロセスで、本当にいい道具だと僕は確信している。皆さんもそうだと思いますけども、でとにかく国民の声をとにかく絶やすことなく、とにかく上げ続けていきましょう。頑張りましょう。はい、次はですね、少し理屈っぽく宮台さんにお願いをしたいと思います。社会学者の宮台真司と申します。ですね、なぜここに僕がいるのかというとですね、宇田子さんに立ってらっしゃるのは飯田哲成さんとですね、明後日ですが一緒に書いた本が出るのです。原発社会からの離脱という講談社現代新書からの本で、僕は社会学者なのでですね、僕の視座はどう原発から離脱するかというより、むしろ原発をやめられない社会をどうするかっていう観点なんですね。で実はですね、孫さんの話は大変興味深いものです。田中正造の話から始まりまして、この国をですね子々孫々に残すという話で終わりました。そこでは実は倫理が語られています。しかしその倫理と倫理の間にどの道自然エネルギーに舵を切らなければ儲からない、化石燃料を使うエネルギー源、あるいは原発原子力ウランを使うですね発電、これもどの道もう枯れた技術ですのでですね、コストがどんどん上がる、危険を論じない、リスクをたとえ論じないでも単なる経済性の原理だけから見てもですね、実は自然エネルギーに背を向けることはバカバカしい話なんですね、というふうな話を孫さんはお話になられた。我々の社会はですね、倫理という観点からも経済的合理性という観点からも実は何をすればいいのかということがはっきりしているのに、それは随分以前からはっきりしているのに、なぜそこに向かって舵が切れなかったのかということが実は大きな疑問になるべきなんですね。不幸中の幸いというべきかですね、ここにここに見ますとですね、本当に影響力のある方々がいっぱいいらっしゃる、そのお顔が見えます。
これは原発災害、震災があってこういうイベントがあるわけですけれども、これがきっかけになってですね、倫理的な方向に、そして経済的に意味のある方向に、舵を切る、本当にいいきっかけになると思うんです。最後に一言だけ申し上げると、我々は何と言っても統制と依存、これが我々の政治的な生き方でした。しかしこれからはですね、自治と参加、これが基本になります。我々は実はもうヨーロッパでは当たり前になっているような、孫さんのおっしゃったようなさまざまな合理性を我々は知らないですよね。どうして知らないのかというと、統制と依存の中で、実は自明性の中に埋没してきたからですね、間違った自明性の中に、その霧を取り払って、本当に重要なもの、本当に大切なもの、そして意味のあるものに目を向ける、そういうチャンスを作る場にしたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。さて、最近中暮らしの、板についてきた加藤登彦さんですかね。はい、お願いします。加藤登彦です。今話を聞いていて、本当にこういう具体的なことを議論のテーブルに載せられるようになったということは、もう素晴らしいことだなという思いでいっぱいです。で、具体的にどうしていこうかっていう、本当に実現するっていうプログラムを今から作ってよいっていうことは本当に嬉しいことですし、私は食と農の戦略会議の方にも参加させていただいて、数日前に菅さんの方から提出された中に、農産漁村におけるエネルギー自立型システム、スマートビレッジという非常に具体的な地域自立型の循環型のエネルギー創出についても本当に具体的な提案がありました。その意味では本当に一歩も二歩も進んだなと思いますし、そういうプログラムが実際実現できるためには、何としてもその再生可能エネルギー法案が通らないといけない。で、今孫さんが何度もおっしゃったように、全量買取制度が実現しなければいけませんので、とにかくそれは早速に実現してほしいということをまずお願いして、もう一つ先ほど孫さんがおっしゃった電電プロジェクトで使われていない耕作放棄地、それから休耕田という話があったんですけれども、私自身は農業の方に少し関わっている人間から申し上げますと、これは一つの前提として心のどこかに持っていたいなと思うことは、今自然エネルギーという言葉が今こう出ていますけれども、これはあくまでも自然エネルギー発電について語っているのであって、自然エネルギーというものはもっと膨大な意味で私たちにエネルギーをくれている。で、太陽の光を使って命を生む力があり、私たちの命を支えているという意味では、土と木ですね、森ですね、森とか土というものもやっぱり太陽エネルギーを私たちに還元してくれているものなので、できればですね、休耕田とか耕作放棄地が全部いらない土地に見えるっていうことはちょっと悲しいなっていう、やっぱり耕作放棄地とか休耕田はどっかで、農業、寂れていっている農地を見るときの、私たちの寂しさからすると、もう一回その東北の被災した農民の人たちやいろんな人たちがここに来て、もう一回農業を再生していくっていうことにも向けてほしいなっていう思いがちょっとありますので、それだけちょっとだけ今日思ったことなんですね。その 対局にあることがですね、どうしようもなくなった、つまり被災地の姿です。私も三陸にも行きましたし、それから飯舘村にも行きました。もう本当に見渡す限りの素晴らしい丘や緑いっぱいのところがですね、おそらく数十年かもしれない農業には復帰できない地域ができてしまったわけで、本当に再生エネルギーというものをこれから日本の一歩として進んでいける具体的なプログラムを作っていく時になった時には、何としてもこの放射能汚染地域を再生していくことを第一の目的にプランにしてほしいなっていうふうに思います。先ほどここで声を上げてしまったのは、それなのに、自然エネルギー協議会の中に福島県と
宮城県と茨城県が参加していないというのは残念ですねってさっき総さんとお話してたんですけど、ぜひそういう方向でこう新しいビジョンが生まれるということが今私たちのこう疲弊した気持ちというか被災地の人たちの本当に打ちのめされた気持ちをどれだけか前に進めていくと思います。ぜひぜひ素晴らしい未来への一歩が踏み出せるというビジョンを被災地の人たちにも示してあげてほしいと思います。心から成立を祈っております。皆さんありがとうございました。最後は皆さんですけれども、第2部はですね、自然エネルギーを推進しようという、民間団体が、主催をします。27の団体が、主催をする会です。そういう会にですね総理大臣が来るというのは、今までなかったことだと思います。その主催者の一人気候ネットワークの桃井さんに、そういう初めてのケースですから、お話をしていただきたいと思います。ご紹介いただきました、気候ネットワークの桃井と申します。ビッグネームが並ぶ中で大変緊張していますけれども、今日は時間ありがとうございました。実は今私たちは脱原発と再生可能新しいエネルギー政策を実現する会というネットワークを作りまして、本当にたくさんの市民が集まってさまざまな企画を打ち出しているところです。そしてこの今日は再生可能エネルギー促進法をぜひ実現させてほしいということで、ここに加わらせていただいたんですけれども、この法律実はもう10年も前から私たち市民が非常に強く待ち望んでいた法律でした。で2000年の時にですね、ちょうどミレニアムアースデーを迎えた時に、とにかく21世紀を迎える時には必ず今までの20世紀型の構造、エネルギーの構造を新しいエネルギーに変えようということで、飯田さんをはじめとする皆さんが私たち仲間が本当に頑張ってこの法律を作ろうとしていたという経緯がありました。ただそれが先ほど加藤先生がおっしゃってたようになかなか実現することができなかったということで、改めて今このチャンスがやってきたことを心から待ち望んでいたということです。それが今またちょっと微妙な情勢になっているということだったので、ぜひこれは改めて幹事長に実現させてくださいということを心から期待をして今日は望ませていただきました。でそして結局これが2000年の時に通らなかったことによって、いろいろ日本は立ち遅れてしまったということで、この311以降の市民の力をもっと反映させた政策を実現していただきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まもなく総理がいらっしゃいますので、すみませんお席にお戻りください。総理がおいでになりました。改めてご紹介申し上げます。菅直人内閣総理大臣です。それでは、菅総理よりお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はエネルギーシフトのこういった会が開かれるということで、お招きをいただいたのかお叱りいただいたのかは別として、本当に、大変楽しいと言いましょうか、有意義な会だと思ってやってまいりました。数日前にも実は孫さんも一緒で、あるいはサッカーの岡田監督はじめ何人かの方にお伝えいただき、また坂本龍一さんにもビデオで、出ていただきまして、
この自然エネルギーについての公開のディスカッションをネット中継で行いました。まあ官邸からネット中継なんていうのはあんまりダサくて見てくれる人がいなかったんじゃないかと思いましたが、私よりも出演をされたといいましょうか、方々の話を聞きたかった方が多かったのか、7万とか、なんか最近では10万人ぐらいということも僕受けてますが、そんなネット中継の会合になりました。機会があったら珍しく官邸のホームページにもきちんと出ておりますので、ご覧いただければありがたい。まあ、2時間近い、割と長いんですけども、うちの口の悪い女性が「あ、面白いじゃないの」と言ってましたから多分大丈夫だと思います。まあ今日ももういろんな方がお話をいただいたようですが、その会で私が一番印象に残ったのは、岡田監督だったと思いますが、地球は私たち子供たち孫たち子孫からの借り物だ、まあ、これはアメリカインディアンの中に伝わっている言葉だという紹介でありました。その言葉が一番印象に残りました。で、私の言葉で言いますと、私は地球を救うのは植物だと、いろんな政党を作ってきましたけれども最後は植物党を作ろうというんですね。私の思いでありますなぜ植物なのか、ちょっぴり嫌な顔しないで聞いてください。46億年前地球ができた時の空気ですね、大気は何でできたか、実は 95% まで CO2 だったんですね。今金星も火星も大体 95% まで CO2 です。今地球の大気中の CO2 は 0.04% です。なぜこんなに少なくなったのか、海の中に育った藻が CO2 を C と O2 に分けて、 O2 が大気中に出ていってオゾン層を作って、紫外線を防いで、そして植物が陸上に上がって、そして大森林時代を作って、そして C は石炭とかいろんな形で固定化させ、 O2 がだんだんと比率として増えてきた。そこで現れたのが動物なんですね。私よくマスコミの人に言うんですよ。なんだろうこれは、動植物なんて書くなと、書くんだったら食動物と書けと。つまり動物は植物がなくては生きていけないけれど、実は植物は動物がなくったってちゃんと存在できるわけです。で、地球上のエネルギーの中で太陽に関わらないエネルギーはご存知だと思いますが2つしかありません。一つは原子力、一つは地熱。じゃあ水力はって言ったって結局は海の水を太陽の熱で蒸発させて上から降らして水力になってるわけですし、もちろん太陽エネルギーもそうですが風力も風が吹いて、それも熱ですから、事実上太陽のエネルギーを最も地球に受けている、あるいは過去を含めて受け止めてきたのは間違いなく植物なんです。私ある学者からですねこんな本もらって、まあ、大部分はちょっと技術的なことが書いてあったんですが最後のところが面白かったんですね。皆さん今ゴアが書いた例の不都合な真実のグラフをご覧になったことあると思うんです。だんだんとこの CO2 が増えていくんですね。こうそこまでは大体の人覚えてるんですよ。そのグラフがこうですねギザギザになってるのを気がついた方っていうのはあんまりないんじゃないでしょうか。1年単位でギザギザになってるんです。このギザギザ何なのと聞いたら、いや北半球が春から夏にかけては草がだんだんこう燃えるっていうんですかね、育つから CO2 がちょっと減るんです。北半球が秋から冬になると育った草がバクテリアに食べられて CO2 を出すからちょっと CO2 がまた増えるんです。
1年単位でちょっと増えたり減ったり増えたり減ったりしてるのが全体として増えてる。でこの大部分の1年草とか2年草の植物が一旦 CO2 をシート O2 に分解したエネルギーは実は全く使われないまままた自然に戻ってる。このエネルギーを全部使うことができた地球60億人が現在使っているエネルギーの8倍のエネルギーが原理的には生み出せる。これを聞いた時から私は最後に作る政党は植物党だとこう思ったわけであります。もう一つ積極ですから申し上げます。今私はもちろん政治家で、まあ、大変責任ある立場を任されているわけですが、30年前、1年生議員の時にアメリカに行き合いがありまして、ウィンドテストセンターとも行きました。30種類ぐらいの電波の近くですが風力発電が待ってまして、あ、これ作った電気はどうするんですって聞いたら、いや、電灯線に流すんですよ。そうすると電灯線からこう電力を買うときはぐるぐるっとこう回ってるのが、売るときは逆にぐるぐるっと回るから、それでちゃんと計算が合うんですと言われてですね、早速日本に帰って、そういうやり方は日本でできないんですって聞いたら、なかなか、何ですか、電気事業法というのがあって、大きな東京都のグミ発電ぐらいになったら買ってもいいけど、1個のうちがちょこちょこ2キロだ、5キロだ、10キロだなんて、そんなのはもうとってもじゃないけど、相手にできない。その頃、今日持ってきました。多分こんなもの持ってる人いないでしょう。昭和55年11月、カゼトピア計画調査結果報告の概要、どこが出してるか、科学技術庁計画局という立派なものが出てるんですよ、当時。で私は大変関心を持ちましたので、読んだだけでなくて、いろんなものを見てきました。当時、三宅島に東電が買った半径20メートルぐらいの、まあ、今だったら世界中ありますけれども、大型の風車が2基回ってました。回ってたというけど、実は17メートルの風が吹かないと回らないんですね。それから25メートル以上吹くと危なくて回せないんですで、この風力発電の効果を科学技術庁が調べてくれる、いや日本もやるじゃないかと当時は割と素直だから思ったんです。で結局調べて調べてどういう結果が出てるかというと、最後は採算性が悪くてダメだと書いてあるんです。東電も2基の原子力、風力発電を使って私40メートル階段上がりましたけども、階段とか橋を、結局のところ効率が悪くてダメです。今少し私も人が悪くなりましたから、素直に科学技術庁が調べたからダメだったのか、東電が調べたからダメだったのか、実はそう思ってません。つまりはそういう自然エネルギーのいろんな案が出てくると、あ、うちでちゃんと調べますよと言って、じゃあやってくださいと調べてみたら、やっぱりダメでした。やっぱりダメでした。簡単に言えば科学技術庁というのは原子力を推進するためにできた役所なんです。私の同級生とか先輩もたくさんいる。私も技術が好きだから決して悪くてあまり言いたくないんですが、そういう役所なんです。そこでもう一つだけ、ここに私の証拠文献じゃないですが、30年前か29年前の、議事録なんですね。カゼトピア計画についての議事録を、こう出てるんですが、最後のところちょっとだけ読ませてもらいますね。当時は眼鏡をかけなくてよかったんですが、最後のところはですね、私がいろいろこの風のことを言ったらですね、ただここでお願いしておきたいのは、サンシャインがあるから原子力はいらないのではないかということの口実に使う、利用する、乗りすぎ、悪乗り、こういうことがないように一つぜひご理解をいただきたい、こういうふうに当時の大臣が答えています。で私はそれに対して、ですね、終わりにしようと思ったんですが、私の質問にないことまで言っていただきましたので、まあ、こういう科学技術というのは 2way、3way でいいと思うんですということで反論しておりました。この時の科学技術庁長官、
中川と書いてありますから中川一郎さんだったと思います。つまり科学技術庁はガイトピア計画を大いに、やってくれたと思って私は褒めようと思ってであの議員の方にしたんですが、いや風と病気計画とか当時のサンシャイン計画とかそういうことばっかり言ってやっぱりそっちが良くて原子力がダメだなんていうことは言わないでください。私この議事の中で一言も言ってないんですよ。実はそんなことは言ってないのにわざわざ言ってるところにですね、なんか馬脚が現れてるような気もは当時もちゃんとしたんですが、結局それから30年経ってしまいました。まあいろんなことがありますけれども、基本的に日本は30年遅れたんですよ。30年前から風力だってやってたんです。太陽ももちろんやってたんです。しかし結局のところ、残念ながら日本の私の責任も含めて政治や行政はそれを本格的なエネルギー源という形で政治としても経済としても取り組もうとしなかった。そこに意図があったということだけはですね、私ははっきり反省も含めて申し上げておかなければならないと思って、ちょっと古い議事録ですね。1982年3月23日の私の議事録でありますが、持ってまいりました。まあ、あまりもうこれ以上長くなっても恐縮ですので、今のことを申し上げます。まあ、今回の事故が起きた後、NH 庁が出しておりますエネルギー基本計画、これ3年おきに出してるんですが、昨年の計画について白紙からの見直しということを言いまして、まあ、これは今政府の方針となっております。また先日 G8 などに行った時に、このこれまでのエネルギー基本計画では2030年に電力の総電力の中で原子力を 53%、 自然エネルギーを 20% と、まあ、なっていました。でそれに対して私は当然白紙から見直そう、自然エネルギーについては2030年 20% ではなくて10年前倒しをして2020年代初頭、まあ、ちょっぴりこの幅があるんですが初頭に 20% にしたい、このことを国際的にも表明をしたいと思います。多少の議論はありますけれども、基本的にはそこまでは一つの政府の方針として決めることができました。そこで今日のまさに本題です。もうこの再生可能エネルギー促進法案、いや全量買い取る制の法案は私以上に皆さん方が詳しいと思います。つまりこの法案が通らないと、これまで補助金がついてたものもこの法案が通ることを前提に補助金などをカットしてますから、この単に前進がゼロじゃなくて後ろに下がってしまうんです。私のガス以外の友人が3年ほど前に、俺のうちは電力自給率は 97% だって言ってですね、このパネルの写真を持ってきておりましたけども、つまりそういう皆さんも若干の補助金もらってるわけですが、そういう、もらってない人いますか、そういう制度が今度の新しい制度が生まれることを前提でだいぶカットされてしまっています。ですから今回この法案が通らないと、それこそプラスどころかマイナスなんですね。私は経済界も賛成してくれると思ったんです。つまりはこの分野、自然エネルギー、さらには省エネルギー、こういう分野を進めることは日本のまさにイノベーションにもつながりますから。そしたら先日のエネルギーの会議で、経団連の会長を欠席されましたけども、提言書を送ってもらいました。書いてあったのは、この全量買取制度を導入すると電力の価格が上昇する可能性があるから、それは慎重に導入には基本的に反対だというのが残念ながら経団連の現在の姿勢であります。しかしその時のコスト計算は原子力確か7円とかですね、よく言われてますが、本当に7円ですかね、
ゼロが一つぐらいつくんじゃないですか。つまり原子力は安いんだ、なんとか安いんだ、だけど風力は高いんだ、なんとか高いんだ、技術的にも揺らぎがあってダメなんだ、まあ、ダメな理由はですね、つける気になったら私に任せてください、いくらでもつけられますが、そうじゃなくて、どうやってそれを育てるかじゃないですか。まあ、最後に政治家みたいなことをもう一つだけ申し上げますと、私はこの自然エネルギーともう一つの省エネルギーが、まあ、ある意味で一番民主主義とマッチしていると思うんです。つまり、まあ、今の民主主義、まあ、投票というのが一つの行動ですが、単にエネルギー政策を A にするか B にするかという投票するのだけでは、残念ながらこの省エネとか自然エネルギーは広がりません。あの小宮山先生のようにですね、私も家に行きました。屋根にはソーラーパネルがあって、ヒートポンプがあって、家の作り方もなるべくクーラーが少なくてもいいような家を作っておられました。つまりはみんなが参加をしてエネルギーを作ったり、あるいは省エネ、先日これスポンサーが言われたんですね、省エネというのはですね、ネガエネと呼ぶんだそうですね、最近は。つまりネガティブエネルギー、つまりエネルギーを少なくするということですから、メガじゃなくてネガですね。つまりマイナスのエネルギー、省エネと、その自然エネルギー、これは国民が自ら参加をしてそれを作ったり、逆にマイナスのエネルギーを生み出すということは、逆にプラスが増えるわけですけれども、そういうことができるエネルギー、そして私はやはりエネルギーというのは社会の在り方そのものを決める。おじいさんが山で芝刈りに行って、お母さん、おばあさんが川に洗濯に行くような政策に、生活に単純に戻れてはいませんけども、そういう生活はつい200年前、300年前世界中があったわけです。で、そういうものをベースにした社会を選ぶのか、それとも大変一見便利だけども怖いようなことを思いながらの社会を選ぶのか、それは冒頭申し上げましたように、私たちがこの地球を貸してもらっている未来の子どもたちや孫たちの気持ちも含めてですね、最終的には国民が選択する、国民が決めることだと思うんです。そしてその時に専門家や私のような政治家は、その選択を、いやもう化石しかないんだ、いやもう原子力しかないんだという選択ではなくて、いや化石もだんだん CO2 が増えるよ、原子力もちょっとやばいかもしれないよ、しかし使わないわけにいかないじゃない、いやここにも選択肢があるんだ、省エネとそして自然エネルギーというものがあるんだ、そういう選択肢を育てていって、そしてこれから5年先か10年先、こっちでも十分やれる、これでもやれるという段階の時に、じゃあどっちを選びますかということをですね、選択肢を作ることが専門家やあるいは政治家の仕事ではないか、その選択肢を、つまり自然エネルギーを育てる選択肢を育てる、その第一歩がまさに、ここに書いてありませんが再生可能エネルギー促進法なんとしてもこの法律は3月11日に閣議決定をして、すで、に国会に提出されて、何ヶ月か経っております。私も毎日のように経産大臣や党の国対関係者に、何とかしてと要請をしておりますが、まあ、いろんな力学があるのか、なかなかまだスイスイとは言っておりません。今日お集めの皆さん、そして多くの党からそれぞれ自発的に参加された皆さんと一緒になって、
まあ、他の法律があの重要でないなんていうとすぐ私首飛びますから、あの他の法律との比較は言いませんけれども、少なくとも未来を選択するためのその自然エネルギーを育てるというですね、まさに今回の事故を逆にこれをやめるとかやめないという前にまずは選択肢を育てる、その一歩になるですね、この法案だけは私も何としても通したい、これを通さないとこれ以上ってやばいですね。これを通さないといけばやっぱりですね、政治家としての責任を果たすことになりませんので、頑張りときますので皆さんの一緒になってお願いして私も話をさせていただきます。どうも今日はありがとうございました。閲覧件数は15万2千件だったそうです、ここでちょっと総理おいでになったばっかりですが、今日の集会の話をさせていただきます。今日は二部構成にしておりまして、一部構成は孫正義社長の、お話をお伺いしました。私たちの NSF ジャパンの主催です。第二部はですね、実は自然エネルギーを拡大しようという、まあ、民間団体の、まあ、25団体の主催です。こういう民間団体の主催に総理がおいでいただけるということは、まあ、画期的なことだと思います。多くの今回の主催団体の方非常に喜んで、おります。ぜひ、こういう方々の声も聞いていただきたいなというふうに思っている次第です。ところでですね、一部の孫さんが、まだいらっしゃいますので、孫さんのお話を聞きたいという方がいっぱいいらっしゃると思います。菅総理のお話を聞きたい方の感想を、一言二言述べていただきたいと思います。真ん中へどうぞ。どうもありがとうございます。この後のことは、もう今の総理のお話を聞いてると、あと10年ぐらい続けてくれと正直そんな感想を持ったわけですけども、なんか国会でね、皆さんも国会のニュースとかいろいろ見てると、全然顔つきがあ、こんなにいい人だったのかみんなおそらくそう思ったんじゃないかと思いますね。ね、思ったでしょ。本当にね、これだけ自然エネルギーのことをもう何30年も前から思っておられて、ね、総理になるんだと、俺が総理になったらと思って、きっと長い何十年も議員生活やられたと思うんですよ。でなってみたらなったで、ボコボコに辛いですよね。歴代総理皆さん毎回ボコボコにやられるわけですけども、ボコボコに言うのは簡単ですけどね、言うのは簡単ですよ。でもやっぱりなってみたら、おそらくその辛さは今ね、心からいろんな意味で感じてると思いますが、しかしなった以上はですね、なった以上は30年前から思っておられた、若い1年生議員の時から思っておられたこと、我々国民の本当に多くの人が思っていることを絶対に通してほしい。
できなかったこと、なかなか難しいこといっぱいあると思います。でも僕は正直に申し上げて浜岡を止めた。一体誰だったら止め切ったかと、まあ、ほとんど抜き打ちですよね。じゃないとできないじゃないか、ね、まあ、本当に事前に相談してたらね、事前に相談してたらさっきのなんかあの経団連の偉い人がどういったこういったもうねぐちゃぐちゃで、ね、日本特有のいろんなのがあってできてなかったと思いますよ。このことについては、ね、もちろんこのことだけじゃないんだけど、このことについてはね、本当に心の底から我々感謝しなきゃいけないと思うんですよ。そうだ。けなすの大好きで、けなすのね、で人の不幸は蜜の味とか言ってね、で、まあ、なんかこう叩き出すとみんなでこぞって叩くんだけど、やっぱりね尊敬すべきは褒めるべきは素直にそれをね時には思うべきだと僕は思うし、でこの再生可能エネルギー、ね、促進法案、これも誰だったら通し切るか冷静に考えてみて、ね、この土俵際でものすごい粘っておられる。皆さん思うでしょ、ね、もう言いたいことは言っとじゃないですか、みんなで、ね、誰が敵か味方かよくわからんぐらいにいろいろあるじゃないですか。この土俵際の粘りで、ね、この粘り倒してこの法案だけは絶対通してほしい。今の孫さんの話を聞く
きながら私も戦略を考えてました。どうやったらこのままを通せるかということを聞きながら考えてたんですね。ついていきます。で、応援してくれる皆さん大変もちろんありがたいです。それから一緒になって、賛成してもらえる国会議員の仲間もちろんありがたいです。それだけで足らない時にどうするか今考えたんですね。どうも菅の顔だけはもう見たくないっていう人も結構いるんですよ、国会の中には。民衆がついてます。そういう人たちにですね、言おうかと思うんですよ。本当に見たくないのか、本当に見たくないのか、本当に見たくないのか、それかな、早いことこの法案を通した方がいいよ。その説明したいと思います。それから、宮台さん、小林さん、それから、桃井さん、どこ行っちゃったっけ、はい、桃井さん、それから、時子さんね、はい、それから、東野水蓮さんっていう、最近のモデルさんですね、モデルさんもいらっしゃっています。お時間がないので、簡単に言います。本当に今日はありがとうございました。今日はもう涙涙で、もう本当にこんな菅総理がロックスターのような人かと初めて本当に驚きました。本当にこの楽しかった国民の皆さんに本当に嬉しかった、本当に嬉しかったです。この問題はなぜ私のような人間と菅総理がこう一緒に立てるかと言いますとですね、その今回の原発の話でその放射能が降り注いだということは、実は政治家でも芸能人でもミュージシャンでも誰でも関係ない人、どんなお金持ちでも関係ない、みんなに降り注ぐわけです。皆さんここにいる方みんなに降り注ぐわけです。そしてまた未来の子どもたちに降り注ぐんです。これを変えられるのは今総理しかいません。本当によろしくお願いします。それでは再生可能エネルギー省の要望書をお伺いしたいと思います。総理、病院中に、はい、じゃあ、ちょっと、フォトセッションでもなんかこれ、どうでしょうか。ゴルフで優勝した時はここに何万ドルって書いてあるんですが、でもそれよりも嬉しいです。どうもありがとうございました。はい、じゃあよろしくお願いします。総理が出ていただきまして本当に感無量です。
今日は長時間ありがとうございました。これで、本題に行きたいと思います。どうも、お気をつけてお帰りください。